ちゃんのキラキララジオ、イエイ皆さんこんばんは焼肉ですきあちゃんとイラミナセイキですイエイ久しぶり久しぶりですね本当久しぶりだな明日明日知ってる？え？タナああ明日七夕だねそうだね彦星とオリオリボシオリボシじゃオ姫なオリ姫惜しいオリオボシとどうねなんかないの七夕いやこっちが聞きたいところですけどまあ僕はないですよ。 あないまあまあ言ってももう出会ってるんで。うん、あ <laughs> <laughs> やかましいよ <laughs> いいなー。ないいななで明日そうめんとか食べるの？わかるな,いなどうしてですかね。そうなんなんだなんかやらない。ないややらないですよ。やんない。あそうあのやりたいわけ。やりたいあのわざとあそうめん汁に、うん、あれオクラの分ける？ あ星形の乗せたりしたりあはは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 はの星では無駄な努力ですね本当ね可愛いですけどね可愛い一人で食べてくださいね食べましょうねはい今日のテーマですねはいあしたも七夕ということで入籍前日にやることもうよく分かんないっすテーマの選び方よく分かんないですそう妄想みんなで妄想して楽うそ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  はい。なので、この番組では、皆さんからのメッセージ募集しています。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p ファックスは098-934-8653です。また、fmcoza では、ユーストリームで映像と音声を配信しています。fmcoza のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてねそれでは一旦、じゃあ <laughs> 何かしました何が当日,当日とか前日とか入籍,、うん、入籍いや特別なことは何もその日の日決め方も適当に、うん、ああんかね向こうが決めたかなあ<ー>あ決めたけどこの日でいいんじゃねえぐらいの感じ <laughs> あ絶対この日とかではなくうんうんうんう記念日とかでもなくあまあ全然,全然何もあどどえーえー うーんあ、うん、なんでその日に決めたのかはちょっとよくわかんないけどあ<ー>、うん、なまあなんか意図があってだと思うけどええー、うんじゃあちゃとねまあいろいろなんかやったんでしょうねや,やったんでしょうね俺は何もやってないの <laughs> <laughs> あいいんじゃねえぐらいしか言ってないです <laughs> はあ、いきますよはーい <coughs> イエイどう <laughs> <laughs> あなたねやるんだったら自分で笑わないでもらっていいですか。なんか違うことやって楽しむタイプですね。どうね今のセクシーじゃない。セクシーでしたよ。よかったよセクシーだったよね。まあなんかな。若干イラっとはきましたけどね。さあ、うん、何、入籍前日にやることねえようなもんない。嘘。なんかやんないの？最後では独身最後。 あー独身最後の夜だから的な、うん、そういう話そうそうそう,そう遊びたいよねできればねさあ <laughs> <お>一発やってくる <laughs> そこまで言ってないけどもそ<う>まあまあそういうことは思うかもしれんけど、うん、別にでも深くは何も考えませんでした僕の場合はね普通に次の日起きて出してあそうそう明日出すかみたいな話はしたけどあーあーいいね 写真も撮った役所であ、撮ってない撮ってないあいや嘘うんえ、あれなんか警備員のおじさんとかが撮ってくれるんじゃないのいやまあそこまでまあそうする人もいるらしいけど別に全然本当向こうで描けばいいんじゃねえぐらいの待待ってってさ。髪だけ何も描かずに持ってきました僕えいるそういう人いる何だちょっとあれなのメンタル強いの何がですかなしいの何の問題なんですかメンタルの問題かなんか つもう出したらもうそういうねだからねみたいなのあったけども別にそんな何かどうするタクシーで行くみたいなそういう話は全然なかったです全然普通にじゃこれ取りに行ったのは一緒に取りに行ったあその婚姻届けえ僕が取ってきましたあ時間外時間間あいや時間ない時間ない 朝一出すかみたいな話よ人少ないから役所あそう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 いう感じでなんかあれね「カーン」とかやるの「おめでとうございます」言うのよあっナイスナイスナイスあなたはどんだけメール返事聞くかよく分かりませんけどももう全然業務的ですこことここを書いて「はいインカムしてくださいね」っつってウはいっつってええあ。 はい、ありがとうございます。少々お待ちくださいね、つって。うううんうん、うんで、もう遠くから、あオッ OK です。ありがとうございます。っこっちも、あ、すいません。じゃあ、嘘だよ。もうあの席も立たずに、<え>受付の人は。え,え なんかイメージレディオはこうみんなで踊り出して。うんうんうん。カン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 じゃないのおめでとうございますよっよあーちゃんいいねいいね今日の主役みたいな。どうもどうもじゃいや、おめでとうございますみたいな。いえいええ。並んでな人もな。はいはいはい。わーっって。ないですないです。うそ。そ全然ない。聞いたこともないです。あ、ほええ。ああなた、そんな、そんな夢とか希望とか持ちすぎたら、人生挫折しますよ、本当に。やばい。 何もないんだろうなぐらいがちょうどいいっすよ。あ,あ、うん、なるほどあんまりイメージ膨らませす,すぎてもねああ確かにねそうそうそうじゃあそっかじゃあもう普通に終わるんだ普通に終わりましたよもう。じゃ本当にこの脱笑で OK ですって言われたあとはどんな気持ちワクワクあいやまあちゃんと受理されたかなみたいなのはあったけど。 この日がいいなみたいな話は聞いてたんで一緒に出しに行ってその当日受理されるかどうかっていうのは心配だったけど何も書いてないからなんて言ったって待ってその場で書けば間違いないでしょ教えてくれなからまあまあもう OK でしたしねえその日はやっぱステーキ食べに行った他弁とか食べたあでもなんかいいね忙しくてみたいなそんなことは何食べるっていう話で他弁だったような気がするんですけど あ、さっぱりしてる。まあまあそんなもんよ。本当今日予約してんだぜとかないの。あないですね。俺予約してんぜみたいな。明隠しタッするやつじゃないの。そんなね、そんな毎日がなんか特別な感じないっすよ本当に。マジ。もうだだらたらしてますからもうそんなもんですって本当に。納豆とか食べたりする？納豆？納豆食べ中とかする？全然しない。その質問よくわかんない。 そんなもんね。あの役所の受付のペンもつかなかったりするわけですよ。あなえ、そんな感じ？そんな感じですよ。本当。うん、そうそうそう。だからまああなたまあ随分先なんでしょうけどわかりませんけども、まああなたがこうやってあの何？入籍？うんうん。する？うん。と時？うん時？うん。そんなテンション上げなくていいと思う。あ、待ってマジ？そうなんだ。そうっすよ。ええ。まああなたいろいろまだ。 ももでですすかかららねやってないスタートラインにも立ってもいないって言ってってないですもう人としてどうかと思ってるぐらいですからっていうか人っていうそんな感じですからまあまあそんなにまあいろいろイメージあるんでしょうけどね実際はそんなにあるあるけどえそうなんだあそっかそっかなんかじゃあそうだね現実受け入れた方がいいねそうっすねあんまり夢見ない方がいい まあそうだね見すぎない方がいいってとこかなあ本当まあ言っても女の子ですからねいろいろね夢見るのはまあいいですけどこれもよねどうするとか考えるよねもうこっちからしたらピッ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 って感じですよもうさあれだっけその日予約してるわけレストランあ彼氏がそうそう今まで行ったことないナイフとフォークのお店あなるほどねコースとかコースのやつ最初前菜とかから出てくる前菜いいね それで、ワインを選ぶでしょあなたのイメージ分かりやすくていいですよ。いいですよ、いいですよ。そんで肉でしょ肉を食べ魚。いいね。いすか。そんで最後、デザートと一緒にリングが出てくるわけでリング。乾杯とかもするわけ。いいね、いいね。何で乾杯するシャンパンシャンパン。シャンパンシャンパンで乾杯。細い細いコップでな。はい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 。 ああよくわかってるさ。ええー。細いやつね。細いやつね。あ、いいっすね、いいっすね。 いないまあまあまあそういうのいいんじゃないですか楽しみでその日の夜はもうこっちだってもう頑張りますよ何がですかもうあの頑張りますあの頑張りますよシャンパンで酔った勢いですか指輪をしながら頑張るいいんじゃない今までにないんじゃない何頑張るのかよくわかんないですけどどうしましょうやばいっすね本当ね世間知らずなんですねまあまあでも人それぞれですからねそこら辺はねそっかそうですよねそれより棚ボタですよ明日 どうしよう、なんもない。七夕のなんか、<の>なんで七夕とかわかんの。では、あ、なんだろう、織姫と彦星の。うん,うん。うんなんかあれでしょう、一年に一回的な。うらしいな。あ、<laughs> 興味ないでしょ <laughs> <laughs> 興味はないですけど、よくわかんないですよね。でもさ、なんか指輪とかにもさ、婚約指輪とかにも。はい、あ、結婚指輪に、うん、こうリングの後ろに天の川が流れてて、うん、こう二つを重ねると。 になるみたいなそういう七夕テイストなリングが今流行ってるらしくてそうなんだでも1年に1回しか会えないんじゃないですかまあまあまあその七夕の話だとねでもそれぐらい思いは強いよってことうんどうだろうな指輪のデザインなんてもう腐るほどありますからシンプルなのがいいっすよ落ち着きどころはシンプルなのとこにんじゃないのかなもう僕はそうでしたからねシンプル 僕はあんまりどれでもいいよっつってたんですけどまあその嫁も結局シンプルなやつになりましたしそうそういっぱいつけたいっぱいつけてからつけてたねいやそういうのそういうの楽しいよねうんわかる三つ盛りとか出してもらうんでしょ三うなり ?3 つ盛り三つ盛りっていうほどではないですけどまあまあ値段変えてますからねそんな高いもんじゃないですよ僕のは本当になんつうかあの本当に安いやつなんで あれなんですけど。まあまあ、だからそれはもう相手次第ってとこじゃないですか。ああ。あなたに対する気持ちがね。軽自動車買えるんじゃないのぐらいの。あ、そんなのもらってもどうなんで軽自動車みたいになってくるんだよ、お前中古の軽自動車買えるんじゃないの高い高い。ダメダメダメ。本当ダメダメ。2、3万が相場。待って待って。2、3万相場。2、3万相場 ?2、3万相場数も。あいや、ごめんなさい。そうそうそう。俺あれだもん、あの、パカーの箱あるさ。別で1000円だった 迷ったもんな、最後まで <laughs>。つけるかつけまいか <laughs>。え、これまた金取るバーみたいな話。父親ね。ま,ねまあ、でも、でも、そのパカーやりたかったが夢じゃん。うん、夢,夢、夢、夢。まあ、つけましたけど。本当千円でつけれる。パカーの。なんかね、箱は別で千円みたいなこと言われた。<laughs> 俺てっきりついてくるもんだと思ってたの。そんなもん買ったら。指輪だって、まあ、そこそこするわけですよ、安いっつっても。そうだね。思ってたんだけど。本当。つけてもらいましたよ。 パッカーお願いし、パッカー希望あいかもパッカーやりたいでしょうやりたい一応なんかパッカーしたいなパッカーをその、やるのが俺も夢だったわけあ、いいね、膝もついて、膝つけてあ、全然全然全然あの、お尻の方に、穴の方にこう、あれですね、右のかかとの方パッカーで取ろうとした時、パコンって、なんていうのかな挟みたかったんですよ、指をねそれいいね、やりたい、パッカー希望でよろしくお願いします じゃメール読みましょう読むかい MJ さんね急だなはいどうぞはいさ MJ ですよ入籍前日にあ前日にやること田舎ちょっとカーだね想像だけどだけどお互い盛り上がった気持ちと盛り上がったところをあんなしたりこんなしたりしていろいろ出しちゃうんじゃないの盛り上がった気持ちと何盛り上がったところ アラジンだね。アラジンだね。ジーニーだね。ジーニー。ジーニーこすったら出てくるさね。知らねえ。ランプな。ランプ、ジーニー。こすったら出てくる。こすったら出てくる。俺やっぱ死に早くこすったら死に早く出てくるのかな。だと思うよ。やべえよ。なんもやばいと思うよ。もう完全にあれじゃねえか。ちょっとわかんないですけど。あ、そう。だからさ、いいと思う。このカップルではさ、アラジン遊びっていうのが入ると思う。なんだろアラジン遊び。アラジン遊び。ベッドの上で、はい。 ジニーとか言っていくねいいんじゃない？お前なんかやってんのかマジで？おめなんかやってんのかマジで？今流行りのなんか何グラムだ？何グラム持ってるの前五グラム。うるさいよや。分からんけど。からんけど。分からんけどなんか楽しそうさ。なんやばそのなんかラブラブでいいなって思うよ。願い叶うかなとか言って叶うかや。何が叶う？か 子供が欲しいとこじゃない願いはもう一つじゃないまあそれやってる時点でもういいよもういいんですよだからそれそうだよそうだよ乗るところだよあ七夕の思い出とかないわけその前に七夕の思い出ね大体たい七夕の季節に彼氏いたことあるんですかまああるっちゃあるお尻上から威張ってる感じがいいですよ今あるっちゃあるあるっちゃあるねそうですかそういうなんか思い出とかあるんですか いやでもこれといって何もやったことないねそうめんの上にオクラをせて出したりとかあそれさっき言ってたの<さ>あなたの経験談だったんですね <laughs> <laughs> すいません恥ずかしいとか言っちゃって人あの,あの人参も腰でこうやりたいじゃないですかでもこの型抜きって百均とかに売ってるけどあるんだなんかやっぱね料理人として手でやってみようとかなるじゃないですかああさすがですねプライドがね まあまあちょっとなうまくいかないんだなそうそうそうまあそれがいいじゃないですか本当可愛いいかい可愛いくはない可愛いくはないですけど可愛いくはないあそう七夕ねなんかあります七夕いやこれと言ってないねないよねそれほど七夕だからどうこうつうことはないっていうことですよ確かになんもないねなんもないねなんかやったほうがいいかな明日 うん一人でできることねアラジン全部借りてこようかな DVD 何やば全部借りてくるいろんなやつでもさ見たわけよ土曜日にアラジン借りてから聞てるやすでに見てんじゃねなんならそれアラジンディズニーのディズニーのなんかいいよなんかミュージカル調っていいよ なんか人生輝きそう,あそうあでもあれでしょそのディズニーってアニメのやつアニメでしょちゃんと見たことない気するな見た方がいいあそうなんかもうこんな生活いや抜け出したいいのーとかってり出すわけ <laughs> 超楽しいよ <laughs> うまいうまいうまいあれ <laughs> あ。ちょっと今あーちゃんのことアラジンに見えてる <laughs> うんアラジンに見えてきたちょっといいいいいいよかった学んできた学んできたあ学んできたアラジンなそういうんか生活楽しいと思ったアラジンの最近ほら電気もつけっぱなしで寝るさ怖いとか言ってまあまあまあそうらしいねだからさこれからベッドに行く時も怯えながらこう行くんじゃなくてみんな仲間寝ましょうみたいな感じで一人で歌いながらベッドに行ったら楽しいんじゃないかなとかどんなふうに歌うんですか さあ寝るよ、寝るよ <laughs> ごめんごめんごめん,ごめん、恥ずかしかった。全然歌でもないっ <laughs> ただ寝るよ、寝るよ、叫んでるおっさんだったけど、近所迷惑も華々しいですけどね。じゃあ、もっと女の子がな。なんていら、ね、もっとね、あなた、メルヘンな感じじゃないのあそうだったね、メルヘンな感じで押していくの、ね、あなたからメルヘン取ったら、もう何も残らないですよ、<laughs> もう。そう。 今日もお疲れごめんごめんあのね本当やってくれるからねおじさん嬉しいですよいいやつだなお前アラジンだからねますますアラジンによく知らないですけどアラジンって男だからね青年あそうなんだ青年道理でなメール頂いてるみたいですありがとうございますじゃあ呼びますはいあのね読みます そんな心して読むもんでもないです <laughs> MJ です、はい、あじゃあ僕の魔法のランプ明日借りてみるあ<ー>うまいうまい <laughs> うまいですね <laughs> 褒められてしまいましたね <laughs> MJ さん褒められてしまいましたね <laughs> <laughs> 今絶対笑ってるからよ <laughs> 聞きながら <laughs> <laughs> やばいああそうっすかまあねたの入籍前日うん にやることね <laughs> まあいろいろイメージあったんでしょうけどあ、ね、まあ、そんなに大したもんではないということ大したもんっていう言い方はないですけどもそうでもないまままあ、まあ、まあ、まあまあ、そ,それほどなんかビッグイベントが起きることはないんじゃないかな多分ね、はあ、でもこの前土曜日結婚式だったんですよああそうなんですかはいはいはい友達の地元の友達の結婚式で「お前芸能人やし」って言われてどういういことえ何のことと思って「うん、何が何が?」って言ったら「あやちゃん キラキララジオって言わ<ー>れてお浸透してるやばいと思ってそうですよやばいこれ笑ってごまかしたなんでよバレてるやつだか <laughs>、まあ、あなたね最初隠すみたいな話してましたけど全然もう顔出ちゃってるしな YouTube に残ってますよ YouTube にやばいこれいネットって一緒でしょまあまあ残りますよずっとあなたがもう四五十になった時に見てくださいよはあ懐かしい懐かしい <laughs> 魔法のランプが抜いたいさん行ってるお母さんあんた子供たちが見てお母さん魔法のランプって何ごか言われるわけですよ魔法のランプから出てきたんだよあんたはってそこ説明しなくていいんだよなんかどんな人か教えて「お父ちゃん来てごらん父ちゃん!」って呼んでんですそんな誕生してくるわけでしょお父さん最高だねやばいよやばい一家じゃねえかよやばい一家あ結婚式行ったわけそうよかったもうんうん。でさ よかったー。結婚式、人の結婚式行くと結婚したいなーなんて思うよね。うん。うん、でもどうしょ、なんか二人だけの挙式とかにする。逆になんか。ああ、どうだろうね。も、ま、う、あ、ちょっと式は僕もまだですから何とも言えないですけども。うん、なんかあります？プラン。いや、今普通かなーって感じ。まあで、ね、も、うん、そんなにお人数呼ぶことないかなとは思ってるんですよ、うんうん。なるほど。お披露宴もやって。うん 挙式もや、なんか。まあまあまあ、ちょっと実はそこら辺の種類もよく分かってないんですよ。分かります、分かりますよ。ね、難しいだろ難しい。初めて聞く言葉ばっかりだろう。ん。うん、結婚式のことと思ってた披露宴は。あーあー、なるほど、ね、なるほど。高橋さん一層森とかでやりたい。森。森。わかる。店頭無のさん。しゃしゃり出てるやつ。<laughs> 何ですか <laughs> <laughs> シャシャリ出てんのはあなたなんですよ、さっき。<laughs> <う> <laughs> 何ですか<惑>それ、あの、お客さんは熊とか、キツネとか、そういう、うん、ど森の動物が集まってくるわけそう <laughs> そうそう。ちっちゃいのから大きいのから、ブーああ、いっぱい周りに何いてない。うん みんなおめでとう、おめでとうって言ってくれて。あーちゃんおめでとうなんですよ。そうだ声小さいよとか言って。で、こう、近くに、耳の近くに寄せるんですよ。ああの、リスかな。そうそう、リス、リスいいね。リスかな。おめでとう、おめでとう、つって。うん。ありがとう、おで踊りだして。またかよいいね、ミュージカル、アラジン、それ。あ、いらん、いらん。そんな広いイやだな、俺。新しいけど嫌だな。あ、そう。森でやりたいね。楽しそうだけど、森な。 でもよみんなよ。噛まれればいいのよ。クマ<そ> <laughs> <laughs> の甘がみとかヤバそうに。いいねあ。いいんじゃないクマの甘神み。クマの甘がみ、ま、天やばいだろ。半 <laughs> 端 <laughs> <laughs> ないだろ、絶対。甘神みでも死ぬだろ。そ,うそ,うでそこで新郎が守るっていう、あのこれで演出。あ<ー>あ。クマも,ももう仕込みなんだ。うん、仕込みで。そういうなんかあのウェディングケーキ一緒に食べ,る食べさせるみたいな、そういう儀式でー神 っていうプログラムどこで熊出てくんだよなんかケーのあのあなたと旦那さんがやることで熊の出番ねんだよあ嘘天神とかねんだよあないかないか一応森でやるからあ森でやる森でやるってあそうもうメールもいただきましたありがとうございます小山隆之さんはい。 キラキラキアン、二十二歳独身には結婚式はまだまだ先の話かな。それでは皆さんご機嫌よう小澤之好でした。はいありがとうございますね。あ,すあなたが何その入籍前日にやることとか、うん <laughs> うん、非常に送りにくいメッセージのテーマやるから。ですよね。 かった今日のおかずは何ですか?」っていうテーマにする <laughs> あ,あなたが言うとおかずもどうかなと俺は思ってくるんだけどねマーボー豆腐かなマーボー豆腐かな普通マーボー豆腐すら変な聞こえがする <laughs> <laughs> 俺食後のデザート杏仁豆腐やかましいよや <laughs> あんにん豆腐なんやんばそれとろけるわけとろけ出すわ知らねえよ美味しいわけよそう甘いのかな甘いのかなしょっぱいかな何味かな知らねえ最低だよ一応そうなんですよ最低だよあなたねあ、そのラジオね結構聞いてる人いらっしゃるんですよありがとうございますこの FM 小山の関係者にも他の番組の人がこの番組聞いたりするわけで毎週聞いてますなんて言われるんですようわいや ごめんなさい喋ってるの僕じゃないんですって言ってるけど恥ずかしいんでっつってそんな番組知らないです言ってますけどまあでも皆さんあなたのこと結構気になってるみたいですよ可愛いってどんな子なんですかみたいなあえ大型って言っって大型大型血液型だけどやっぱり見るんだってツイキャスとかねユーストリームとかの映像でありがたいですね思ったよりね なんかもっとね、チャラいやつを想像してるらしいですよ。え、嘘う。うん。本当思ったより、なんかとても素敵な、可愛い,い女性ですね、<あ>なんつって。<ら>うん、ナイーブ、ナイーブ。友達がいないと思ってナイーブ。うん、友達をどうやったら増やせるのかなって考えてる、<laughs> 今は。知 <laughs> ハ死にナイーブ。な,なんて言ったって、いないからね。<laughs> <laughs> <laughs> あなたね、本当によくねあの、結婚式呼ばれたなって俺は思ってるぐらいら。もうあのこう あれしましたよ捧げましたよ天にこの招待状を <laughs> <laughs> あまりにも素晴らしくてあ,あ,ありがたやっっ <laughs> あ,ありがたやおメール <laughs> あメールメール読みましょうはい、はい、ありがとうございます <laughs> はい小座之助さん、はい、小座之助さんどっちの意味のおかずですか、うん、いやもうそっちに決まってるじゃないですかね 最近気づいたんですけど、最近気づいたんですよ、僕。あなた、あの、ま、あ僕の正面に座ってるじゃないですか。メール読むとき、多分ね、エロいこと言うこと考えてるんでしょうね。とっても顔が恥ずかしそうで可愛い可愛いいあやい出たよ。本当ね、心を鬼にしてエロいことを言ってるんだなっていうのが伝わりますよ。伝わりました本当頑張ってください。頑張りますもん。もう一度来てるんね。青野軍団さん。 チーズあーちゃん解説のセルジオさん誰がセルジオや、はい、ありがとうございますこれ <laughs> もんまねしような何か何あちゃん結婚式に呼ばれたのってことは二次会で男見つけたまた防衛系防衛防衛体系の結婚式とかじゃないような。 ああなるほどね二次会なんか行ったらやっぱ探す？うんでもよこの日二次会行けなくてああそう。女さんから糸ままでかまた帰ったわけ。惜しかったなあ。お尻が痛くて割れたよ。お尻が痛くて割れた。四つ四つに割れて今ニ個さんね。あまニごめん。何が痛くていつ割れたのかよくわかんない運転のしずきで。あ長距離ってことね。まあ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 ですけど。今日も皆さんからの。はい。 メールありがとうございました。あ,ありがとうございました。ね。明日七夕なんですけど、頑張りますということで、終わります焼肉大好きあーちゃんと。<laughs> イラミの正規でした。バイバイ。